豊臣秀吉、我の前に屈し、我の下で一つとなれ。強き兵としてこの国を止めんがために。新参者にしちゃ結構なパフォーマンスだ。だがどうにもクールじゃねえ。伊達政宗君か。やはりね。政宗殿。ああ派手にやられちまって。さてどう切り抜けますかね。桜の旦那、サルトビ、伝令を頼む。我に従え。従わぬ者には容赦せぬ。レレーベ、喧嘩なら買ってやるぜ。竜の鱗の一枚でも剥がせりゃ。あんたの言うことを聞いてやるよ。分をわきまえぬ小僧よ。己が器を思い知るか。上等だ。久しぶりに虫図が走るほど気に入らねえ。マサル様。小次郎、手出しすんなよ。飛騨の名将、甲斐の虎、越後の軍神、そして奥州の独眼竜。少しもったいないけど、潰すしかなさそうだ。構わぬ。我らが欲するは兵のみ。奥州筆頭、伊達政宗、押して参れ。政宗様、相手も二人。ここはこの小十郎に加勢のお許しを。おれ、仮面の男は任せたぜ。引きましょう。追わなくていい。